やります。あんこちゃんを起動しました。料理。よし、来るぞ。料理を作るぞ。こんな感じ。こんな感じ。こんな感じ。こんぐらいだな。こんぐらいだろ。お、あ、ちょうどいい。はい、こちら、豚肉餃子。業務用スーパー、業務スーパーで購入した、容量が、500g で、税抜きで298円となっております。まあ、これは果たしてね、うまいのかというところです。問題は。問題はね、安いは安いんだけど、うまいかどうかっていうのが、まあ、一番の肝です。作り方。水と油を入れたフライパンに凍ったままの本品を並べて、強火で加熱します。沸騰したら、蓋をして中火にし、これ大丈夫これ。蓋をして中火にして3分間蒸し焼きにします。はあ。ほっほー。ほっ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 ほずっと油を入れる？じゃあまあ油入れて、ずっと油を入れるってすごいね、発想が。これは。水水。どんぐらい？できそうか。どんぐらい？わかんない。どんぐらいか分からん。フライパンに水と油を入れたフライパンに凍ったままの本品を入れて強火で加熱。最初に水入れるの？うん、そう書いてある。あら、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、とりあえず10個、とりあえず10個だな。ちなみにこちらの商品はタレがついておりませんので。40円台か、デカ餃子って普通のスーパーでも安いからな。で、これで沸騰したら、蓋して、3分。蓋
かして3分です。あ、もう太すぎだろ。おええな。おええな。蓋をして中火にして、3分ね。じゃーん！最近、蓋を買いました。今まで蓋はね、これを使ってたんですよ。こういうやつ。なんか、マルチタイプみたいな。ね。24、26、28センチ使えます、みたいなやつ。これダメ。マジで。これクソ。ぴったり、ぴったりはまんねえ。クソです。あ、3分かかるの忘れた。3分。で、この間に、あれですよ。タレ。ポータブルエハ、わら。タレを。ポータブル IH。ポータブル IH。このうちにタレを作っとく。タレ。お金ないですよ。お金がありません。醤油と、ラー油と、酢。醤油とラー油と酢、入れます。タレなんてね、もう自作でいいんだよ。あんな王将のさ、大阪王将のさ、ね、タレとかさ、別に大してうまくねっていう話。ラー油入れて、で、さらにここに胡椒を入れる。なんか誰だっけ、マツコデラックスが、マツコデラックスがね、絶賛してたわ。I love 油。何それ。何ですかそれは。それどういう意味？それはちょっとどういう意味かわかんないですけど。よし。なんで部屋で防寒着てるの？何？なんで部屋で防寒着てるの？寒いから。今部屋15度ぐらいですよ。暖房つけてない。暖房費がもったいないからつけてない。エアコン使うのもったいない。電気代がもったいない。電気代もったいないですよ。お前しかもあれだぞ、俺これ頭坊主だからこれしないと寒くてさ、これしないと寒くてさ。で、この後に蓋開けんだっけ。あれ蓋開けんだっけ。油っていうか蓋を取ります。やっぱりしばらく放置。
暖房つければいいじゃん。お前一人暮らししたことねえだろ。お前エアコンなんて大してあったかくねえんだよ。あの、石油ストーブぐらいじゃないと温まんねえんだよ、大して。非常に熱効率が悪い。エアコンは。まあ、あれだな。エアコンは大体あれっすよ。あの、冷房じゃないと大して効かないです。あの、暖房ろくに温まんねえから。エアコンつけた部屋から一人暮らしで見てます。ん？何何？エアコンつけた部屋で一人暮らしで見てます。いや、俺はね、あの、まだ今日15度ぐらいだから、あの、つけない。本当に寒い日は昨日とか、あの、10度だったんで、部屋の温度10度だったから仕方なくつけたけど、あの、基本的につけない。もったいない。電気代もったいないし、あとろくに対して温まんないし、ね。で、おまけに、お金に知り合わねえ。しばらく焼きますよ。これちょっと弱火にした方がいいんだから。弱火で。表面焦げてる。ガスが高いから使ってるの？プロパンガスが高いから IH 使ってる。いや、そもそもこの、住宅、このね、ワンルームね、ガスがね、通ってないんですよ。ガス通ってないんですよ、ここ。お風呂しか通ってない。このキッチンにね、ガスのね、線がないんです。唯一あったのが、この下にあるんですけど、電熱線、蚊取り線香みたいな形の、ぐるぐる巻きの電熱線があって、それで、調理しろっていう話なんだけど、あれつけるとものすごく臭いんで、しかも全然温まんねえから。電熱線は使えないよね。全然温まんねえから、ダメ。臭いし、無駄に電気食うし、全然温まりも遅いし。まあだから、非常にね、ここのね、建築ね、前レオパレス住んでた時それだったわ。築35年か40年ぐらい経ってる。俺の年よか上なんで、最初についてたら、なんだ、エアコンがさ、リモコン式のさ、有線のリモコン式だったから、ね。有線の。そんで、全然、冷えねえから、夏場とか全然冷えねえから、エアコン変えてくれって、管理会社に言って、白熊くんに変えてもらった。一昨年だから変えてもらった。言った方がいいぞ。入居者の権利だからね。エアコン古かったら新しいのに変えてもらえる。うわぁ。いや、もう さっき蒸し焼きしたんだって。お前来るの遅いんだよ。もう3分間蒸し焼きにしたって。これくっつくぞ、これ。
よし、これでちょっと焦げ目を作る。アイコス吸わないの？アイコス吸わない。だってアイコス高い。アイコス高いの。すべては金か。すべて金です。いや、タバコは吸ってるんだよ。タバコ吸ってるけど、あのアイコス買う意味ねえから。別に俺子供いないし、家庭もいないし、一人だから、あの、わざわざアイコス、高いアイコス買う必要がない。若葉みたいな安いやつ？ん？いや、あの、手巻きタバコですね。最近、もう手巻きタバコです。これついた？焦げねえな、全然。全然焦げねえな。焦げつかせすぎるとまたあれだろうな。焦げが、火力強すぎたら多分あれだと。焦げ目がつく。テフロンの、ダイヤモンドテフロンのフライパンなのに、つくぞこれ。中火にしてみよう。お箸でスルメ破れないからちょっとな。IH、うん、でもガスだったら一時あのガスのあのガスボンベ買わなきゃいけないじゃん。めんどくさいでしょ。あ、なくなったって。カセットコンロだと。なくなったら買わなきゃいけないでしょ。あの、電気代が一番安いね。ガスよかも電気の方が圧倒的に安い。熱効率とか。熱効率、熱効率で考えると、はるかに、ね、コスパがいいから。まあ、あれですよ。あの、スルメはあの、トースターで焼きます。スルメはトースターで焼くから問題ない。パンもトースターで焼くから問題ない。もういいな。スルメ通すと臭そうだね。スルメ通すと臭い。大体あれ、スルメ自体あんま買わない。スルメ自体買わない。餃子にはビールだよね。ええ、餃子ビール。餃子ビール。ということで完成です。この蓋邪魔くせえな。広告が設定されました。累計ポイント数が400になりました。はい、広告400ポイントありがとうございます。
お水入れて蒸し焼きしないので。いやだからもう蒸し焼きしたって、したって、したんだって言うんです。あ、いいね、いい焼き色。400ポイントありがとうございます。よしっ、今来たなんじゃごめんね。第21くらいにランクインしました。よっこらしょっと。よし、いただきます。さあ、果たしてうまいのかまずいのか。焼け目こんな感じ。食べます。召し上がれ。まずかったんだね。あれだ、胡椒かけすぎた。胡椒かけすぎた、辛い。うん、まあ美味しいんじゃないこれ。うん、うん、まあこんなもんでしょ。あの、ただ野菜入ってない、多分野菜が1ミリも入ってないかな、多分全部豚肉だね。野菜か。うん、多分入ってない。あー、入ってるか。あ、ネギっぽいの入ってるけど、ほぼほぼ肉だ。ニラじゃね。あ、ニラか。うん、はい、はい、はい、うん、グッド、グッド。広告が設定されました。累計ポイント数が600になりました。延長しました。30分延長しました。200ポイントありがとうございます。はい、まんまん、あと5分になりました。まんまんさん、200ポイント広告ありがとうございます。うん、500g で298円だったらうまいんじゃない？多分。王将と比較したか。うん、王将はね、高い。あれ、単純に高い。脂っこいもの食った後のタバコがうめえんだよな。うん。うん。美味しいよ、普通に。うん。あの、問題ない。うん。うん。豚だね。うん。豚肉だ、これ。うまいって役でもないよな、王将は。うん。よかった、よかった。うん。これね。
っと皮があれかな。餃子の皮がちょっと厚い。うん。で、結構硬い。うん。皮が。結構分厚いんだ。皮？うん。皮。うん、皮が厚いな、これ。うん。で、うん。うん。うまい。うん。あの、マックポーク。フォークの味がよう出てるわ。あ、熱い、皮が熱い。逆に王将は薄すぎた、あれは。王将のね、あの業務用のやつはね、あの薄すぎた。それで足りんの？うん、うん。はずきうべしてるの？あの、水餃子作ったらね、王将のやつで、ね、水餃子作ったらね、あのね、崩壊した。中身が速攻で破けて崩壊して、大変なことになった。でもこれだったら多分水餃子にしても、あれだ。問題ないな、これ。型崩れしないわ、これ、絶対。ここまで熱いと。冷凍の王将餃子うまいよ。いや、俺、味の素派です。まあ、一応あるんだよ、まだ。あの業務用の冷凍王将の餃子あるんです、うん、あれ高い。うん、なぜかあの業務用のくせに高いっていう意味が分からない。グラム単価的に考えるとね、あのなぜか高いんです。だからそこら辺のスーパー行って冷凍餃子、あの味の素の冷凍餃子買ってきて、あの食った方が安いって。わけわかんない。これ水餃子にしたらちょうどいいかもしんない。焼き餃子にするとあの硬いから、皮がすげえ硬い、あの皮が硬い。すげえ噛み応えがあるわ、皮が。本当鍋料理にでも入れよう。うん。あの小籠包とかも売ってるんですよ、あの業務用スーパーに。小籠包とか
何あの水餃子だったりとか、まだいっぱいあるんですよ。行数行ったらいろいろあったから、全部で5種類か6種類ぐらいな。また今度ちょっと、まあ暇があったら買ってきて。卵かけご飯。うん、卵かけご飯。近所にものすごい安い卵がクソ安いあのドラッグストアがあるんですよ。なんと10個でその1パックでなんと100円。価格崩壊を犯してる。価格が崩壊してるね、卵は。だからよくそれを買って。卵かけご飯にして。卵完全栄養食だから。100均でもそれくらいじゃなかった？100均で卵6個ぐらいしか売ってないじゃん。ローソン100でも100円だった。あ、それ6個じゃないの。10個で100円はまあないし。まあセール中とかだったらまあわかるけど。まあ、ないです。10個だ。ん？だから、それセール中でしょ？今行ってこいって。絶対売ってねえから。毎日あの100円で売ってるっていうとこはまあないです。まあこれであの卵が10個で100円で安いって思う人はあの大体あの一人暮らしの人。あの自炊してないと分かんない。あの自炊だからあのさ、だから自炊してないと分かんない。じゃあそういう店なんじゃないの。あのあくまで全体的な話をしてるわけよ。スーパーのそのそこのところが安いからそれをねあなた言ってるだけでしょ。全体的に見たらあの普通卵10個200円はします。ほんとあれだよな、何かにつけてなんかさ文句つけてくるよねこいつらね、お前らな。そんなに俺にマウント取りたいのかわからん。頭おかしいんじゃねえか。
それじゃ NG にぶっ込んどく。お前と討論する暇はない。時間の無駄だ。何かにつけてお前らだよな。あの、普通の話してんだよ。普通スーパーで、あの、卵10個で100円を売ってねって。普通は売ってないんですよ。それもさもどこでも売ってるようなさこと言ってさ、マウント取ってくるけどさ。頭ハッピーセットかよ、お前の頭は。本当に酒がまずくなる。ゴミみたいな人間がいると。何かにつけてマウント取っちゃうバカがいるとな。まあ、この餃子はあれだな。まあちょっと皮が厚いっていうのがちょっと気にはなるけど、まあそれでもコスパは高いでしょ。グラム単価的には安いから、そこら辺の味の素とか冷凍餃子よか、明らかに多分安いんで、まあ四つ星ってとこかな。うん、まあ味も美味しいし、まあ業数はあれですよ、割と全国各地に売ってるんで、店舗展開してるから。まあ、わりかし手に入りやすいんじゃないか。あの、コストコとかに比べたら。コストコとか、年会費とかいるけど。まあ、あれに比べたらいいけど。
コストコは、あの、店舗的にないんだ。ほとんど。僻地にしかないから。今まで一度も見たことないもんね、コストコ。埼玉あたりにあるのかな、や。群馬とか埼玉じゃねえか。多分。アメスピ動画見てきた。俺が、最寄りは群馬。あれね。群馬か。群馬行ったことねえな。群馬一回も行ったことねえわ。で、確か年会費が6000円ぐらいするんですよ、あれ。コストコ。ま、これ、年会費は、オリジナルで十分だと思う。もつ煮とシュークリーム以外何もない。潰れるんじゃねえか、じゃあ。あんなんさ、年会費6000とか7000とかさ、ぼったくりすぎでしょ。多分誰にも需要ないですよ、おそらく。あのさ、いわゆる、その、店を経営してる人、店経営してる人だったら、卸売業者とか、当然その提携するじゃないですか。わざわざ、コストコまで行って、ね、手に入れてくるっていうの、ないでしょ。ということは、あれは一般人にしか、メリットないわけですよね。で、一般人に、年7000円払って、そんなさ、食うやついるか ?7000 円もお前。それで元取れる人間いるの?アメリカ人だったらまあわかる。アメリカとかさ、クソみたいにでっかいのさ、食いまくるのだわかる。日本人はそんな食わねえって。コストコの商品結構おいしい。まあでもね、年に7000円払う価値あるかってないよね。絶対ね。ペリコも辛くて重いんだけど、たまに吸いたくなる。ああ、食った。
あの大家族のさ、あの昔テレビでやってたけど10人家族とかさ、まあああいうんだったらまあね、コストコのね7000円払っても価値あるかもわからんけど、今なんてお前少子化だからもうそんなにさ10人とかさ、いねって。絶対いねえぞ。10人家族とか。絶対ない。で、おまけに。ね、全国的にあるんだったら、店舗があるんだったらわかる。あの、全国的に店舗もろくにない。多分全国で、あの、10店舗ぐらいしかないですよ。多分。ということは、わざわざガソリン代を使って、あの、車でね、行って帰ってきて、そのガソリン代もさらにここ、かかるわけだ。ここは東京ですね。で、電車賃とかかかるわけでしょ。もう意味ねえんじゃねえかな。まあ、あとあれか、外国人にあれ、外国人の、日本に住んでる外国人ぐらいか、メリット。あの、アメリカ人とか。で、おまけに大量に買ったとしてもですよ。ね。ものによっては、やっぱ冷凍食品だったらいいけど、ね。賞味期限があるわけじゃないですか。それまでに食わなきゃいけない。きついと思うと。コストコは。俺が予想するに、もうコストコはあれだな。もう多分、あの、経営破綻しますね、あそこ。俺の未来予想。俺の占いによると、あの、あれ、もう近年、もうあと10年以内に多分、あれだわ、コストコは終わりだな。10年以内にもうあの、経営破綻するでしょ。まあ、間違いないでしょ。うん。しかも、群馬でしょ？群馬なんてお前、群馬なんてお前、ど田舎お前、確実に車だぞ。絶対。確実に車がいるわけだ。駅もろくにねえから。っていうことを考えると、わざわざそこまでガソリン代を使って、今もほら、ガソリン代も高いでしょ？今あれ、何？リッター140円ぐらいでしょ？もうズバリ言うわよね、本当に。
ガソリン代も高騰してきてる。ね。で、さらに消費税もまた増税する。で、食品関連も、あらかたも増税っていうかもうすでに、ね、小麦粉とかも上がってるじゃないですか、値段。あの、クソみたいなアベノミクスによって、何でもかんでも物が上がってるじゃないですか。ということは、ね。買うお客さんがどんどん減っていくわけです。おまけに年会費もある。お前年会費7000円ぐらいだぞ、本当に。アホかと。お前ディズニーランドじゃねえんだぞ、お前。ディズニーランドの年間フリーパス、あれいくらだっけ？あれ、10万円ぐらいか。あれ、いくらだっけ？ねえ。年間フリーパス10万円ぐらいするじゃん、多分。1日券が7000円ぐらいか8000円ぐらいか。7、8000円でしょ？まあ、10回ぐらい行けば元取れるわな。特にほら、あの、ガチ勢いるじゃないですか。ディズニーランドガチ勢がいるでしょ？あの、千葉に。前あったな。あの、女性一人で、あの、ディズニーランド行って、楽しんで、帰ってきたっていう、その、女の人。ディズニーランドを一人で行ってさ、相当あれですよ。ガチ勢ですよ、マジの。マジのガチ勢。まあ、俺そもそもまあ、金あったとしても、一人ではディズニーランド行けねえな。そもそも人混みが嫌いなんで行かないんですけど。まあ一人焼肉とか、一人バイキングは行ったけど、行ったことあるけど。一番あれだったのが、終了まであと5分になりました。一番きつかった一人バイキングはあれだね。大阪にいた時に、ケーキ屋なんか、スイーツの、ケーキバイキングがあった店あって、それ俺一人で行ったんだけど、99% のカップルですね。女性とカップル、99%。俺一人だったね、間違いない。あれカップルじゃなかったの、俺一人だけだ、確実に。大体割合的にね、7割ぐらいがね、女性、女友達とかと来てるパターン。で、残りの、約3割ぐらいは、ね、カップルで来てる。俺一人で、女のさ、ねえ、目がさ、視線がすごかったけど。行って食ってたな。さ、チョコレートのさ、なんか、フォンデュみたいな。ピャーって。なんかこう、噴水みたいに出てるんですよね。ああいうのね。俺ほとんど行ったことないからわかんないんだけど。噴水みたいにチョコレートの液体がブワーって出てるところに、いちごをこう、つまようじみたいなのを刺して、こう、ビャーって、ピャーってやってトッピングして食べるみたいな。ケーキそんなに食える？いやー、まあ。
まあね。まあ俺別にまあ、食おうと思えばそこ食える。昔、大阪住んでた時12月の25日、クリスマスの日になると、コンビニのホールケーキが半額とかになるんですよ。もう売らないとあれだから。で、それを半額をね、目当てに、コンビニ行きまくって、半額のホールケーキ買ってきて、一人で食ってたから。一人でホールケーキは25日食っとったわ。まあ俺昔正社員だった時がケーキ屋の和菓子メーカーでね、和菓子と洋菓子を扱ってる工場で働いてたんだけど。すげえぞ。ケーキとかね、バームクーヘンとか、食い放題。さらに車内販売があって、バームクーヘンの切れ端とかあんねん。あれが普通にさ、大量にさ、とんでもない量を、300円とかで買えるね。で、仕事終わったら、いわゆる味見みたいな感じで、毒味みたいな感じかな、毒味役？言い方悪いけど、毒味役みたいな感じで、社員が、ケーキ食うんすよ。全種類のケーキを一個ずつ食うんだけど、大体の、社員はもう食い飽きてるから、一口食ってペッて捨てて、全部捨てて、で、一口食ってペッ、ペッて、一口ずつこう食って、行くんですよ。で、俺と、同僚の同期はね、もう、やったーっすね、全部食ってたね。一日10個ぐらい、ショートケーキ、三角の、ショートケーキ、5個ずつ作ってたもん。毎日食ってたからね。ほぼほぼ食い放題ですよ。あと、他にもね、昔バイトでね、おはぎの工場、おはぎ工場で勤めたことあるんだけど、すっげえそこの工場がものすごい少人数で、5人ぐらいだったんですよ、従業員全員で。従業員全員で5人ぐらいだったんだけど、おはぎ、ただで、持ち帰って、おはぎ毎回、タッパーじゃないけど、入れて、持ち帰って食っとったわ。すげえぞ。お菓子工場はマジであれだ。そういうの多いから。まあ、なんでもそうか。何でもそうかもわからんけど。まあ、何でもそう、食品関係は大体そうだよね。うん。大体ね。だから、まあ女性とかが、ケーキとか好きな人はね、そういうとこ働いてもいいと思います。まあ、俺、糖尿は、まあ、なったことはないんですけど、俺のいとこが糖尿病になって、毎日、なんだっけな、注射打ってるらしいね。酒を飲みすぎて、なんか糖尿になったとか言って、俺が何歳上だろうな。今は多分、45歳ぐらいの、そのいとこが、
毎日あのインスリンっていう注射打ってるらしいな。糖尿になるとあれインスリンっていう注射を毎日打つらしいよ、自分で。しかも自分でこうやって打つらしいから。すげえよな。すごくね？すごくない？だって。それを自分で打つってながら、どこに打っていいか分かんないよね、こんなね。多分血管とかに打つんでしょ、多分。どこでもいいんかな、あれな。あの、採血とかするとき、ねえ、やっぱこう、ねえ、なんか、あるじゃないですか。血管とか見せる。で、こう採血とかするけど。あれ、インスリンって割とどこでもいいかな、あれね。あれな、あれな、多分な。割かしどこに打ってもいいっていう。なのかもしれないけど、ちょっとわかんないです。ということで今日は、行数の豚肉餃子、四つ星、ご視聴ありがとうございました。